はい、こんにちは、ウィボーズです。今回ですけど、カーメカニックシミュレーター2021っていうことでね、カーメカニックシミュレーターシリーズはね、ずっとやってきたので、まあ最新作っていうことでね、ちょっと興味があったのですぐ買ってみたんですけどね、まあしばらくプレイしなかったんですよね。発売日に買ったのはいいけど、まあそういった感じなのでね、まあどういう風に進化してるかっていうのをね、見ていきたいと思います。で、今度はね、こういう風にスタンド、中古のスタンドからね、買い取ってそこのガレージで始めるって感じみたいですね。で、こちらのね、裏側の方にもね、回れるみたいです。多分ね、そのうちね、こういうところとかもなんかいろいろね、使えるようになるんじゃなかろうかと予想してはいるんですけどね。はい、そういった感じで、まあこういったね、まず最初はね、シングルピットって感じですね。まあ早速ね、やっていきましょう。はい、この色付きのやつがね、多分あのストーリー注文ですよね。はい、こちらをじゃあ引き受けましょう。いや、通りすがりに修理屋に気づいてね、廃墟になった古いガソリンスタンドを誰かが買い取ってくれたのが良かった。今日持ってきた車はすごく最近購入してね。まあ要はこれをね、直していきましょうってことでしょう。まあオイルレベルとタイヤチェックすると良い、簡単だろう、うまくやってくればっていうことなんで、まあこれをやっていきましょう。はい、うわはい、じゃあこちらの車をね、中に移動しましょう。多分ね、やり方はほとんど同じだと思うんでね。車の移動、カーリフターへ、はい、移動してきました。で、オイル交換とね、タイヤのチェックっていうことなんで、まあタイヤを外そうってことなんでしょうけど、まあこれで大体見れますよね。あれ、見れねえの。条件、まあ条件はいいのかまあとりあえずやりましょう。じゃあまずね、オイルを抜きましょう。はい、カーリフター A で、こうやってね、オイル抜けますんでね。はい、じゃあ戻しましょう。はい、機材の仕様じゃないですね、移動。はい、じゃあ下ろして、ああ、どうせエレメントも交換しなくちゃいけねえとかなのかな、どうなんだろう。いや、タイヤ交換からやりますか、めんどくせえ。はい、あ、これで見れるな。オイルフィルターとエアフィルターですね、とブレーキパッド、燃料ポンプ、ここら辺を交換するみたいですね。じゃあまず外していきましょう。組み立てじゃないですね、外す。最初はね、長いですね。あれ、緩まない。緩まないっていうのはどうするんだろう。あ、これなんですね。油を吹きつけて緩めるみたいですね。めんどくせえ。あとブレーキパッド交換しなくちゃいけないんでね、ここも外しておきましょう。はい、じゃあ反対側。はい、一本一本ね、とりあえず外していきましょう。はい、燃料ね、ポンプはだいたいここら辺についてるんでね。あとエアフィルターを外しましょう。あとはブレーキパッドか。よいしょ。細かいですね、今度ほんと。フィルターはね、多分ね、あった、これですね。わ、
外さなくちゃいけないですね。はい、じゃあタイヤをばらしましょう。作業する、あ、そうか、ばらしはこっちか。これが意外と時間かかるんですよね、細かく。はい、じゃあ全部ばらし終わったんでね、部品を買いましょう。その前にね、だいたいインベントリで買う部品をね、あのリストに入れるっていうのがあるんですよ。それが重要なんですよね。これでまあ2個入れて2157515ですね。2157515、あ、これもだ。はい、買い物リストを開く。オイルフィルターですね。ショップリスト、これでオイルフィルター、これをとりあえず1個ですね。ブレーキパッド2個、ちょっとまだつたないんでね、すいませんね。あとこれですね。あとはノーマルタイヤですね。タイヤショップ、タイヤショップ、ノーマルタイヤ215、待ってください、2157515。15インチ4本の2157575、 OK ですね。これで4個。はい、これでとりあえず組み立てですね。先にね、とりあえずフィルターだけつけちゃいましょう。あ、違う、組み立てで。はい、OK ですね。じゃあこれを上に上げて、組み立てですね、組み上げですね。どれだ、これか、取り付ける。これが時間かかるんですよね、本当のタイヤが、地味に。で、まあこっちでバランスですね。お、なんかやり方変わってんだ、今度は。あ、これでこうやるんだ。なるほどね。めんどくせえ。前はね、ただ単にぐるぐる回すだけで済んだのに。あ、違う。やらかした。めんどくせえ。はい、バランスが終わったんでね、組み上げていきましょう。とりあえずフロント周りからね、チャキチャキやっていきましょう。締めるの長いな、やっぱり。まあ最初はね、我慢ですよね。はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、タイヤの組み付け終わったってことでね、燃料ポンプですね。あれ、買ってねえじゃねえかよ。燃料ポンプ。燃料ポンプこれですね。はい。
はい、燃料ポンプ完了で、あとはオイル入れて終わりですね。なんかリザーバータンクすげえ少ねえような気がするけど、あ、ウォッシャーか。オイルですね。あ、フィルターつけてねえのか。はいはい、フィルターつけますよ。はい、じゃあオイルです。入れる音なかなかね好きなんですよね。あー、溢れた溢れた溢れた。はい、これで OK かな。そうですね、全部 OK です。あー、なんだよ、パワーステアリング液を交換、ブレーキ液を交換、フロント液を補充する、パワーステ、そんなのあるんだ。これか。なんでどうやって抜くんだよ。ちょっと待って、あとはなんだっけ、ブレーキ液か。ブレーキ液はどこだ。これか。ブレーキ液なんかどうやって抜くんだこれ。ブレーキサーボ、古いのを抜けって書いてあったよな。ちょっと待ってください、調べてみますね。はい、わかりました。これをやって、追加のツールこれですね。これでこうやって抜くみたいです。めんどくせー。はい、これでじゃあ入れましょう。OK です。ってことは本当はね、このブレーキパワーステアのオイルもね、それで抜かなくちゃいけなかったみたいですね、多分。はい、ってことであとはこれですね。あ、ちゃ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 、細けえな今度のやつは。はい、 OK です。全部終わりました。注文完了。はい、若干お金もらえましたね。まあ相変わらずね、これでやるみたいですけどね、まだスキルポイントは溜まってないです。なのでね、他の注文を受けましょう。これですね、注文を受ける。はい、そう、日産のね DLC 入れたのでね、こういう風に GTR があるんですよ。そうそうそう、 GTR いいですね。日産のやつなんでね、公式ですよ、あのモッドじゃないで。あー、移動これですね。はい、注文書を見てみましょう。ブレーキ液、その簡単ですね。ブレーキ液とオイル交換だけですね。これですね、ブレーキ。
はい、これでキュッキュッキュッと抜いて、あ、ブレーキ液じゃねえ、これパワーステオイルだよ。ここやんなくてよかったんじゃねえかよ。もったいねえ。まあいいや、キュッキュッキュッと。はい、じゃあオイル補充やっていきましょう。簡単ですね、本当にスタンドの仕事って感じ。抜いちゃったからね、これも入れないとね。あとでね、このエンジンもね、バラせると思うと面白そうですね。まだまだエンジンバラすのは先の方になりそうだけど。え？これも交換のかよ。抜かなくちゃいけないですね、これも。補充じゃないで。はい、これで多分 OK ですね。まだレベル上がんないってことは、まだ注文を受けないといけないってことですね。もう一回 GTR 受けてみますか。はいはい、入れましょう入れましょう。いやいやいや、これ地道だぞ。あ、これはブレーキですね。お、 Z だ、 Z、これにしよう。いや、すげえ色いいですね、 Z。 ただこの色はいただけね、本当にいただけね、目が痛い。まあね、 F12021 でね、南国の昆虫カラーにする俺が言うことじゃねえけど。はい、これで終了ですね。来た、レベル2になりましたね。これでね、新しい注文、ほら、ストーリー注文が受けられるようになりましたね。これでこちらのね、スキルポイントもね、一つ追加されたんで、何に使うかってやつです。こちらな、とりあえずこれにしましょう。はい、OK です。はい、ってことでね、とりあえず今回は以上にしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。